皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の丹蔵です。こんにちは。今回皆様にご紹介するのは2020年 FLHQ のコートコレクションですね。アークテリクス、ピラック、フーディニーを集めていましたんでね、それを、この一つの動画で、ご紹介します。実はこれは、スーツに合わせる、コートですね。あるいはインサレーションジャケット、スーツにフィッティングする冬の、シェルとしてコートや中綿のインサレーションジャケットをご紹介する、3部作ですからね。この3本ともこう一連のね、そんなに長い時間撮ってるはずではないので、通して見ていただきますと、よろしいかと思います。まずそのボリューム1はアークテリクスの、スーツのフィット感ですね。コダジャケット、カッパフーディー、フィション SV ジャケット、ケッペルトレンチコート、セレス SV パーカーを、このスーツの姿に合わせてみました。で、2番目はティラックのポートニックシールドコート、それで一つ取っています。こちらですね。ではまずその3本目、ティラックのシールドコートですね。非常に立体サイズの脇の下もすっきりとしている、ね、アームがきれい、裾もシルエットすごいかっこいいですね。この細身のシルエットなかなか他にないですからね。はい、ダブルスライダーこんな感じです、ね、いいですね。はい、少し前と、はい、こちらは、チェコのアートドアブランドピラックのアーバントラベラーズバイクですね。はい、アーバントラベラーズライフ、ピラックのポートニックゴアテックスの、シールドポートブラックエースを試着しました。お値段は82,500円税込みでございます。では次にこれもかっこいいんですよ。スウェーデンのアウトドアブランド、はい、フーディニーですね。フーディニーのワンパーカー、これはお値段税込み55,000円ですからね。はい、防水ゴアではないんですが防水メンブレンですね。内ポケットもあります。ちょっと内側だけ最初に確認しておきましょうね。はい、フーディニーですよ。フーディにちゃんと水、ね、シームテープが施されています。はい、これは無硬質メンブレンというそのフーディに独特の防水硬質素材ですね。はい、これは袖口が中に、ぴったりと風を止めるんですが、ね、ホックで止めて収束するということではない、非常に、カッティングの綺麗な袖口です。はい、でこちらは、カラーは、サンドストーン、サイズは S です。このビスロンジッパーダブルスライダーは非常に滑らかさがあるのが特徴でございます、ね、このようにどうです。で、面白いのは少しそのコートであるんですが、ハンドレストっていうか上になっている、こんな感じです。シルエットはすごくストレートな、どうですね、形なんですが立体サイダー独特なカッティングが施されています。シルエット横からも綺麗かもしれない。
ど、ね、ざっくり数っていいですね。どうです？このスライダーの滑らかさはやっぱりリストの負担がいいですね。はい、開けても、この着心地の良さも特筆すべき点であると思います。こちらは3カラー S サイズでご用意があります。5万5000円ですね。防水透湿の、2レイヤーのコート、はい、値段的には意外と、アークよりお値段は実は通りに高かったりするんですけれども、ここ行われてますね。ね、ボディカラーかっこいいですね。スーツにも合いますよ。ちょっと早速着てみましょう。どうですか、ね、カジュアルなシーンでもかっこいいですね。しかもあえてこういうボディカラーもね、フードの作りも綺麗ですね。シンプルで補修したところです。トップ楽です。そばですから、足そばといいですね。少しその V 字型に裾がこうカッティングで開いている、動きやすいですね。どうです、ね、歩くときのムーブはいいですね。綺麗です。それはこの、後ろのね、はい、ベンツの動きですね。ではこちらですね、カラーは、はい、バレマークグリーンですね。バーレマークですね。すいません、失礼しました。では、最後の一つは、ブラックですね、メンズワンパーカーフーディーでございますよ。フーディー、メンズワンパーカートゥルーブラック S サイズです。私が、ボディサイズ身長174、胸囲は100、ウエスト80、体重68です。いかがでしょうか。このフーディーのブラックというのは、このトゥルーブラックという名前で表現されています。非常に綺麗なんですね。それぞれの生地感と合わせがいいです。まあ、その先ほどのその3色、はい、ホワイト、ボディ、ブラック、なんか一番、まあ、ブラックは、カチッとした感じかもしれません。でもかっこいいです。はい、どうですか。で、比較のためにもう一点、アークテリクスのケッペルフレンチコートも、この動画の中でもう一回見てみましょうかね。こちらはゴアテックスですかね。はい、66,000円。ゴアテックスで税込み66,000円。先ほどの、まあ、フーディー5万5000円、
ピラク82,500円、はい、と比べて、結構値段は悪くないですね。スキルシです。アーキテリクスらしいエルゴノミック3ディメンション人間工学的立体裁断ですね。はい、これは、ボリューム1アーキテリクスのスーツに合わせるインスタレーションの中でもご紹介しています。で、そしてもう一度アーテリクスのラダスタンパーカーですね。ブラックヘザー、中綿、はい、ゴアテックス、ナイロンにポリエステル配合のしっとりとした生地、アーテリクスなどでは本気これが一番おすすめかもしれません。はい、なんでね、お値段は、74,800円という感じでございます、ね、これもじっくり、ボリューム1の動画の中で、ご紹介していますのでご確認くださいね。中綿ジャケットでこんなにスッキリとしています。最後の大トリはフーディーです。はい、メンズフォールインパーカーですよ。これ一番かっこいいかもしれない。こちらですね、メンズフォールインパーカーフーディーでございます。よくできてるんです。非常にカジュアルなシーンで使いこなせて、内側にね、柔らかい、こんなに柔らかいんですよ。まあ、実際ね、持っていただいて触っていただければ分かります。軽くて柔らかい、非常に着心地がいいですよ。これだけのハイロフト、お値段が88,000円、メンズフォーリンパーカートゥーブラックです。いってみますよ、ね、この着丈の長さ、はい、まあアーキテリクスやピラックのスッキリとした、ゴアテックスのシルエットもいいですが、ここまで着丈の長さが、はい、少し前を開けましょうよ、ね、あったかいんですよ、ね、独特な、シルエットですね。2ホックで開けます。1箇所ですね、前、ポケットの位置が低い分だけスッキリと立つときに自然ですね。なんといっても着心地が軽くて楽です。ふわっとした、はい、柔らかさ、マットなトゥルーブラック、いかがですか。これも OK ですか。ハンドレストすることもですね、こんな感じ、はい、そうです、はい、メンズフォーリンパーカーフーディニですね。フーディニはスウェーデンの、アウトドアブランド、特に、クライマーの、オーナー女性ですね。なんともかっこいい機能的な、それにて、着心地が良さとか、まあ、耐久性はあるかなまあそれでもね、そっちがポケット、メンズポケット、いいですね。もう、いっそのことこれで好きでもしようか、いいかもしれません、ね。ということで、今回は、2020年 FLHQ の、コートインスタレーションをスーツに合わせていますという、3本立ての、最終章ボリューム3でございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。